こんにちはラジです。今回はあるお金持ちの人と一緒にアートを買いにお買い物に行ってきました。どういうことかと言いますと、いやこれもねたまたまだったんです。もともと知っている方だったんですけど、まあ不動産の会社を経営している方、まあ、プライベートでねお付き合いのある方だったんですけど、その方アートに全然興味ない人だったんです。仕事一辺というか、なんか私にはそういう風に見えた方でも、すごく無邪気でもうすっごい楽しそうに仕事しているようなかっこいい大人の方だったんですけど、その方がいきなりね、ラチさんアート買ってみたいって言うんですよ。どういう風の吹き回しって思って、いやだって今まで全然知らなかったというか全然興味なかった人だったんです。それがなんか私がね本出しますとかこういう活動してるんですっていう話をして、あそうなんだ応援してるよって言ってくださった中で、いや僕全然アートよくわかんないんだよねっていう話から、ちょっとアート談義にちょっと花が咲いて、でそういった中で、あアートって買えるんだっていう話になったんです。なんかアートってもう何億とか何千万とかそういう世界なのかと思っていたらしいんですけど、いやもうちょっとお手軽に買えるんだよっていう話をしていったら、え面白いって言ってくださって、え僕でも買えるの買ってみたいっていう話になったんですよね。おじゃあ行ってみましょうよ。ちょっと内心ドキドキしながら、でも隣ですんごいワクワクしながら、初めての世界をこう見ているっていうドキドキワクワクしながら無邪気にやってるおじさんがいるんですよ、大人のね。でそのおじさまを見ながら、ちょっと私ドキドキしながら大丈夫かな大丈夫かなって思いながら、見ていた様子を撮ってきました。なので、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。それではどうぞ。ということで、今日は、一人で回るんではなくて、ある方をお招きしましたのでよろしくお願いします。井原さんです。よろしくお願いします。自己紹介。あ、北海道で不動産会社をやってます井原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアート買いたいなと思ってちょっとお呼びしました。じゃあ今日は一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかやってるかな。あ、出た、出た。あれです。どれがあれ？あれ、あれだ。あれ？あれもしかしたらその、そうそう。言ってたやつ？あれが気になってきたんですけど。あ、書いて3万だ。はい。29,000円。はい。これ誰の作品なの？ライアンガンダー。ライアンガンダー、これか。で、これもライアンガンダー。はいはいはい。他の国では29,900じゃない。あ、そうですね。なんか日本の法律で、うん、が最大がこの金額。はいはいはい。で、海外でやったらもっと高かったんですけど、日本だとこれが最大の金額。へえ。じゃ特別なんですね。何の最大でしたっけ？日本の法律で自販機で販売できる。あ、自販機で販売できる最大。じゃあこの形で海外向かって売ってるってことですね。こんな風にして。そうですね。これのこの作品自体がもうエディションがこれしかなかったんじゃないかな、うん、すごい面白い。もうこれいろいろ買われた方いらっしゃいます。何人かいらっしゃいます。まあ、石だけの方が当たった、普通の石が当たった方もいらっしゃいます、はいはい。あ、これ普通の石かもしれないし作品かもしれない。どれが当たるかわかんない。あ、そうなんだ。え、この黒いのが作品なんですか？黒いの一応彫刻作品。あ、じゃこれが外れ？外れかどうかはその人によるんじゃないか。そうなんだ。まあ、外れということじゃない、まあそのまあ、言ってもコピーなんです、うん、はい。あ、立体は、はい、石は1個しかないじゃないですか、うん、あと何万年もやる、うん、何万年とかお金かかってあって、これキャンス、もう彫刻はすぐできてる、はい、そのなんかそのどっちが
本当はどっち？はいはいはい。海外でもこういう感じ、確かに。やってた。ちょっとこれ、矢原さん、どれがいいですか？なんどれがいいんだ。でもどれがいいって言ったって、どれ来るか分かんないじゃないですか。とりあえず、この一番手前に来てるやつが来るんですよね。そうです。あ、それどれかなんだ。それどれかなんだ。でも他であったらもっと高いんだろうね。私これ気になります。この時計です。時計からも時計がついてる。時計がついてる。あ、本当だ。もうそれ時計ごともう一個の彫刻みたいになってる。やってみますか、とりあえず。ちょっとこれ楽しそう。なかなか勇気はいりますけどね。勇気いりますね。3万円、うん、3万円ね。何が出てくるか分かんない。3万円、3万円かけることないですよね、自動販売機ね。そうですね、うん。やってみますか。やってみましょう。そうか、せここにこうブスター。これどうやってやればいいんですか。このブスターの。ちょっと待ってください。マスターカードでいけますか。金属製じゃなかったら大丈夫。金属製じゃなかったらってどういうことですか。普通の金属製のカードでできるとかじゃなくて、ければ普通にできる。まずプッシュスタートで。これが、あ、これ今。刺す。あ、もう一回抜きます。ほい。あ、行きました。すごい。ちょっと怖。面白い。OK。それで動いてる。動いてる。わ、すごい。何だ。これ来た。それ。これダメなやつですか。いや、いいやつ。それは一応彫刻なんで。おお。なんか来た。はい。あ、スパズ。なんだこれ。なんだこれ。何ですか、それ。でもなんかスパレートラインがある。ほら、このラインがある。3万ですって。不思議な感覚ですね、これ。3万だよ、これね。やりますか。やるんですか。しょうがない。やりそうです。やりそうです。もうこれでこういってるってなんかすごくないですか。そうですよね。来ました。一回抜いて。金属カードなんですか、これ。あ、金属カードダメなんですか。これ金属カードなんですかね。違いますね。違いますよね。もう一回やってみますか。はい、見ます。ビザかマスターなんですよ、ちなみに。あ、ビザかマスターね、はい、そんな高いものを使って。何言ってんですか。そんな普通のこジャルカードそんな。ビザかマスター？はい、アメックスがダメだ。アメックスダメなんだ。はい、そうなんです。で、金属カードがダメだ。アメックスみたいなリッチなのはダメなんですって。 JCB、 いや、ないな。したらビザついてんの、アメックスしかない。ないですわ。あー、うわー。なんで AI の作家遠い方がいいなと思います。気になるもの言っていただければ、まだご紹介可能かどうか。なかなかいいじゃないですか。いいですよね。何か世代も近いからなのかな。この度本を出版することになりました。大人の雑学西洋画家辞典です。これさ、黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それじゃあ